はい、こんにちは。今回ご紹介するのはね、まあ、こちらになるんですけども、まあ、これはですね、テクロジートミカといいまして、まあ、先ほど紹介したアドトラックと同様にね、まあ、これはテクロガシで動くよということですね。まあ、昔はあのモータートミカとか、あとはまあボタンで動く、ボタン電池で動くね、サイレントミカとか、まあ、おしゃべりトミカとか、まあ、そういったものが昔あったんですけども、まあ、それらがこう発展していった、ものになりますかね。まあ、その時の、まあ、サイレン、おしゃべり、あるいはモータートミカ、まあ、モータートミカはちょっとこれより大きい、ちょっと大きいんだけども、まあ、それの場合なんかは電池を、まあ、その当時では当たり前の話だけども、電池を入れないと動かなかったわけですね。ところが、まあ、それだと正直言って電池も消耗も早いですし、で昔はほら今みたいにエボルタみたいな充電器がないわけだから、すぐ電池も消耗するし、電池をその度買いに行かなきゃっていう手間もかかるし、でも電池も当時高いですから、まあ、なかなか、電池式のおもちゃってそういうところの欠点があったわけですよ。でそれを、まあ、時代がどん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 変わっていって、まあ、エボルタが出てきて充電式電池が出てくると、まあ、確かにエボルタなんか充電式電池ってね、最初買う時がすごい高いわけですよ。もう充電器ごと買うから、もう安くても3000円とか4000円とか、高くて1万円近くするんですね。でもまあそれだけ買っておけば、それを最初に用意して買っておけば、あとはまあ何回も何回も繰り返し使えるんで、まあ そんなに最初だけ高くても、あとはもう元を取り返せるというかね、まあそういう点でいいなと思うんですよね。で今そういう電池なんかが出てきたんだけど、まあトミカなんかも、まあある意味そういう、まあ、時代に対応していって、じゃあテクロジーってのはどうかと、要するに手で転がすと叱ると、まあちょっと今昼間ですから、ちょっとこうね、叱らないかもしれないけど、まあ、本来はこれがこう叱るんですよ。で、こうやって動かすことによって、まあ、発電されて、まあ、ハイブリッドカーみたいなもんですね。発電されて、で、叱るというやつで。で、当時これ値段が1000円ぐらい近くして高かったんですよね。今はもうすっかりテクロジートミカって売ってるお店がすごく少なくなっちゃいましたね。昔はどこの店行ってもこれが発売されたばっかりのこれあったんだけど、今はテクロジートミカってあんまり聞かないし、あんまり売ってるところはあんまり見ない。まあそれだけやっぱりなんつうんだろうね、最初の頃はそういう風に印象が強かったんだけど、今はすっかり影を潜めてしまったって感じですかね。まあなぜなら今ほらもっと面白いトミカなんか出てきたから、例えばドリームトミカとか、あとはそのライドンとかもそうだし、プレミアムとかね、まあ、そういった魅力的な商品が出てきたんで、まあその陰に隠れてしまうような感じになってしまったのかなっていうね感じがして、まあそこはちょっと残念でならないかなと思うんだけど、ただまあ値段がねこれちょっと高いので、まあ、それがまあ唯一の、欠点というところだったんですけども、まあこれはこれでね、まあなかなかいいね、感じの、まあトミカだと思うのでね、まあ実際にこういうプリウスの道路公団仕様っていうのはね、あるので、まあそういったもので、まあ親しみやすくっていうか、まあ遊んでいただけると、まあいいのかなっていう感じでございますね。というわけで、どうもありがとうございました。